でしょはい演奏じゃなくて校外学習はい校外学習ですね演奏、ね、食って言わないでね <laughs> まあそんなまあそっちは何かやったんですそこっちはねはいまあふバーベキューしてその後にかき氷食べてスイカ割ったスイカスイカ食べたよはいスイカ割り初めてしたよ人生でええ、それはおかしくねえそれおかしいかいやまあ自分は家で スイカ割ったことが何回かあるけどマジかええ割ったスイカを食べたことあるけどさああなんか割ったのは初めてやったぜえそうなんそうそうだからさおおと思ったそうよりはまあ初体験よかったん、ね、や初体験楽しかった<い>そっちは何したんそ自分はね比較的なんか2時まで自由形で大暴れしててマジか水鉄砲をぶちまけあったり<ー>なんかボールボール投げて屋根に引っかかってたりいいな面白そう何それ まあ、3時からはなんか全員であの腕にタグつけて鬼ごっこして<ー>タグ取られたら自分も鬼になって追っかけ回すみたいなそんな鬼,をや鬼ごっこをやっていたり何てったかなあれだ障害物競争じゃない <laughs> 障害物競争あのケンケンしたり <laughs> あ<ー>あケンケンと縄跳びと二人三脚とうちわでボールを挟んでから移動するやつみたいなのをやった。 は随、あ、分とそれ楽しそうやな何それ楽しそうはいでもその帰わり足の筋肉が死んだぞ私おう大丈夫かてかその後もの1時間ぐらい道に迷ったからね私 <laughs> 大丈夫かでも広いもんね、まあ、んほんと広いからねあの場所はめっ,なめっちゃ広いしなだってさ自分たちそれの前にあれしてたじゃんあのドッジボールああ<ー>クラス対抗ドッジボール うん、あれはね <laughs> 3回戦全部敗退たち私はごめん CD からからしかたがないあの、か弱い女子がいっぱいいるじゃんうんその言い方はやめてね <laughs> なんか泣ける <laughs> 大丈夫だよ電子化もあの1回だけ勝った頑張ったおのれ <laughs> 勝った頑張ったああうんうんなんだいあいやなんでもねなんだよ、えー、気になるじゃねえかよでも昨日はねいろいろあって楽しかったな楽しかったけど疲れたわうあ,あ んあまあそりゃそうだわだろうねてか、うん、1時間以上迷った時点で今日ラジオにここまで来れるかどうか自体不安だったのにい<や>絶対筋肉痛になってるわとか思ったわ <laughs> そりゃなるわなええー、1時間も迷ったらそりゃな,なるわなるわええー、疲れるわ、うん、帰ってからもう寝ようと思ったにもかかわらず全然寝れなくてね <laughs> うん寝れなくてねってまあ今日の朝9時まで寝てたんだけどマジかウチ、はい じお前より早起きやわ、ちゃんと九時前に起きたわ、俺。すごいねー。すごいでしょう。はい。いやー、こんな感じでね、ぐだぐだで、始めていこうと思いますが。ええー。ね<ー>。ぐだぐだ。超ぐだぐだだね、だって仕方ないじゃん。ね、まあ、そりゃね、一年生ですから。一年生ですから、きり。おお、いいでくださいね。<laughs> 多めに。さあ<う>。さあ、さあ、さあ。なんだい。や。 なんだずっと何かこうやってずっと手でデスタルしても自分が分かんねえわ <laughs> いや自分も分かんないよなんか分かんないんかい表現技法表現技法じゃない表現技法じゃないえーっとね <laughs> さあそろそ,そろそろ音楽行くじゃんはい、はい、じゃ音楽行きましょうかええん、うん音楽なだだいあ、次の いや初めてミ,ミキサーする人すごいと思う。 食べって。 はい、ね、いろいろ大変だね <laughs> はいすいませんでしたそれでは中盤いってみましょうはい,いうののそのまちょっとあれだあのあれの紹介コメントか違うそっちじゃないコメントじゃないのあの FM コード .co のやつあーメールアドレスね,レスねだ誰か読,読,読める人いる これ読めばいい、えー。メールアドレス紹介します。七六一アット fmkoda.dot.jp、七六一アット小文字で fmkoz.a.dot.jp です。メールアドレス待ってまーす。はい。ささっき流した曲は、えー、ボーカロイドの曲だよね。はい、ボーカロイドの地球最後の告白でした。おー。いい曲。<ー>まあ自分が初めにボーカロイドで知った曲なんですけどね。うん<ー>。<や>そうなの。 初めにっていうかまあ歌い手さんのけ歌い手さん経由で初めて知った曲なんだけど<ー>まあその頃はまだボカロの曲ってことは知らなかったから<ー>まあ実際初めて知ったのがそれだね<ー>でコメント紹介コメントいきます闇猫くのさんかから来ましたです来た,よかったですっですね 闇猫く能さんグダグダですねかっこ笑。仕事の多いじゃん1年生だからはい温かい目で見ていただきたいこれが初めてっていうことで伝えてはいまあ2人っていうかね1年だけで自分の声聞こえてないからもう一回説明してまあこれは初めてですので知らないですよそれはフはい。まあ仕方ないはいえ ラジオの皆さん、こんにちは。FM コザスタッフの池端です。今回ちょっと経緯を説明しますと、今回未来効果ステーションのメンバーの方が1年生でミキサーが初経験だということで、はい、今回ちょっと、えー、音楽とかいろいろ放送が少しぐだることがあるかと思いますけど、まあ、そこはちょっとご了承くださいませ。頑張って放送していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 以上 F.M. 小座スタッフのお知らせでした。はい。というわけでね。はい。頑張ろうか。はい、頑張ります。まもうね。はい、それでは今回の話題ですが、夏休みに何をしたいかという話です。夏休み。はい。夏休み近いですよね。もう近いよね。はい。あと何週間だっけ？あと何週間？一週,週間、二週間？二週間ぐらいじゃない？だったかね。だった、だったと思う。高校早いぜ。 早いの早いよ入るのマジかで終わるのが遅い最高だよそれはよかったいやそれはよかったじゃなくてはいそんなわけで何はしたいですか夏休み何がしたいかはいいやでも夏休み夏でしょはい海とか行きたくない海ねとか外で遊びたいねちょっとだけ泳げるとこって最近そんなにないからね確かにないね沖縄の海めっちゃ綺麗だけどね うんうんあとは遊びに行くんだとしたらどこがあるかな遊びに行く沖縄夏遊べるところ夏で沖縄で遊べるところまあたくさんあるよね結構あるにはあるようんあるにはあるけどねまあ大抵の人がゲーセンってことそうだけどやめろみんな外で遊ぼうぜ太陽の光を浴びて遊ぼうまあそうですねはいあとはあれじゃねうん 海とかもいやけどバーベキューとかバーベキューしてもいいんじゃないですかテント張ってバーベキューしてなんかバーベキューしながら遊んで楽しそうじゃない青春だね青春だよねやってみたいねってき昨日やったけどうん昨日やったじゃないかやったねそういえばテントは張ってなかったけどね張ってなかったねさすがに泊まるのは難しいでしょそりゃでもさ一回泊まってみたくないちょっとだけまあやれるならやってみたいですねね やってみたいよねだってさ夜になったら星見たくないロマンチストロマンチストロマンチックですいやまあ自分小学校の頃によく家族と海行って泊まったりしたけどあ泊まったじゃない泊まったテ,テント使ったりしたけどねまああの頃は本当にうん青春してましたよ青春してましたじゃないその頃から青春してたのまあちゃんとシュノケリングも可能だったしうん うん、なんで言ったらいいかな海とかい海だよ海ではなうんわらむしろ山は苦手ですあはい私は虫も苦手だうわ歩けない歩けないじゃない歩けるけどもう見れないみたいな体力がないねうんでも山もいいと思う山山好きなの山好き山も好きで自然の中でやるのは好きへえ虫怖くねえの 虫は全然怖くない<ー>むしろ面白いなと思ってる方だからえなんでおめよく見たら面白いよ多分多分面白いよへえ<ー>うんいやそちら何したいですか夏休み夏休みねうん何する私がさっき言ったように、うん、ゲーセンにも行きたいしゲーセンにも行きたいしはいえー、っとまあコミケっつったらなんかオタクとか言われそうだからないやい行ってみなよ行ってみなよ いやでもね、沖縄にコミケとかあるんだっけあるんだよそれがはいありえねえよあるんだよね行ったことないからな自分うん行っちゃいなよ楽しいぜクッ行っちゃいなよなかなか機会がねまあでも9月の休みの日にあるからぜひぜひ行ってみ行ってみなはいえそれでしてそうだねはい相変わらずグダグダですねグダグダとしか言えないよってかコメント回収コメントするコメント回収しましょうか お結構前から来やるねこくのさんから応援してるですよありがたいはいありがたいですねでもまあ頑張ろうはい頑張るしかいっ,ってないよねさっきでも頑張るしかないじゃんまあ頑張るしかないけどそれはあんまり言っちゃったらラジオにならないよそうだねはい次で,でサボさんはいお茶お茶が好きなのかなお茶のアイコン お疲れ様みたいな感じあそういうことねああ、えー、続いてルドルフ2006弟子さん1年生ですねあれれ部長さんは部長さん今日は来てないね、はい、名前も珍しいけどね,ね確かにあの用、ー、事かな用事って言ってた気がするけどね用事だねうん闇猫くのさん22日から休み早っ、はあ、早っ待ってえー、じゃあもうほんとに ら来週の来週再来週ぐらいからかそうそうなるねめっちゃ早くない <laughs> 楽しみやではいえ続いてサボさんからコザボーでいいんじゃないあ小コザボーリング場かなボーリングああ,あボーリングに夏休み集まろうぜみたいなそう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 ああ<ー>楽しいんじゃないボーリングも結構さみんなで行ったら。 あ確かにね。あと、ウォーニングで絶対誰か一人を手い人がいるんだよ。マジか。いるいるいる。あの、<ん>めっちゃストライク出す人はいる。すごいね。上手い人いるよ。いまだに、頑張ってもスペアしか出してないからね、自分。お前、スペア出せるだけでいいじゃねえかよ。えー、頑張ってだよ、本当にいや。頑張ってスペアいじゃないから俺、頑張ってガーターだよ。なんで頑張ってガーターにやるのま <laughs> っすぐ投げてもう左に行っちゃうんだよ。せめて、じゃあ、あれだ、あの、ガーターにならない、立てるやつ使ったらいいじゃないの。 俺使ったらなんか負けな気がしないまあわかるけどねあれ言ったら俺めっちゃガンガンめっちゃぶつかるよめっちゃぶつかってさあげくの果て一番端っこの泣けなしの一本を倒して終わるっていうとても悲しいことが起こるからねそれは <laughs> それは泣ける泣けるでしょうんまあでも楽しいっちゃ楽しいからねまあみんなでやりに行こうはいみんな国野さんから来てるね君たちもだからな何が2 0日から休みのことそうだね休み そそううだだだねねねね僕たちも休みいいでもさ夏休みって言えばさ宿題とかあるよねえっそれを言われた夏休みって宿題めっちゃ出されるよねはい出されるのかなやっぱりまあ出す高校でも出す時には出すんじゃないの出そうかな夏休みってさ休みなんだから遊ぼうぜまあいや遊ぶけどさ初めのうちでできるだけがっつり終わらせた方が楽って考えたと思うんで私は終わらせても終わらそうと思うじゃんはい 結構残るんだよ、ね、終わらそうと思ってやるじゃん中盤終わらそうってやるじゃん後半あれなんでこんなに残ってるんだろうあれってなるんない<ー>何なんだろうねはいやる気がね働かないねなかなかまあでも本当に夏休みの宿題の時は、うん、初めのうちでバッてやろうとするんだけどいざ勢いついた時に、うん、なんかめちゃくちゃ面倒くさい計算とか出てきて分かるもう思いっきり壁にぶつかって <laughs> あの落ちるボールみたいな感じで。<laughs> あれはねすごい途中も勢いよく行くのにさ、うん、いつものモードにぶつかっていやめたみたいな感じになっちゃうんだ。うん、や,るやる気ブレイクなんだよね、ほんとに。やる気ブレイク。<laughs> うん、なんかその問題を飛ばすっていう頭がなくなってくるんだよそろそろ。本当にまあ、飛ばすには飛ばすんだけど、うん、ああもう、うん、あれできなかった、あれできなかったってなんか引きずる。ああ。自分、たぶんね、やらない問題そのままやらねえわ。ええー。たぶん、出してさ、わかんなかったですっていうわ、うん。あは<う>みたいな。 ままあ、あ、なな。るほどな、まあ、それならそれで楽だけど、うん、一応答え合わせしながら若干うんざりしてる私があー若干はあってなるよねはいあとさ CD 買ってポスターとか出されそうじゃないはいあるねあるねてか今の時点でなんか「あの、高架祭のあれ作れ」って言われてんだよマジかはい。大変やな大変だよ今一つなんか、<laughs> あ 案が思いついて書いてるんだけどなんかいまいち形にできなくて今ボツ案の方を作ってるとこなんだよやめろパッと思いつくもんだよそういうのっていやパッと思いついたもんを形にしようとしたらペンが止まるんだよなぜやいやねれ。いざ構図をどんどん書いてるうちにうんいや構図自体が書けなくなるからねまであ大変やね自分昔書いたことあるわけなんかのポスターを書いたことだけどさ先生に言われたことがさ ピカソの絵みたいだねって言われたんだすごい複雑な気持ちだった、うん、えー、それはぐちゃぐちゃだという意味か多分ぐちゃぐちゃだったとどう両方両方えぐちゃぐちゃすぎて見えなかったのもあるけどとりあえず頑張ったマジかうんだってねえだってそういうのって思っちゃったのを書いた方が早いじゃんえー、えー、だってそうでしょだって昔とか作文とかあったじゃん,んあっ あったしょ読書感想文とかあったね何書けばいいのあれみたいなまあ感想なんだけどうんねしかもあれが3枚とか5枚とかくるからねはいきついよあれはきついよあれはうんあれはきついよそうだよそりゃなきついわよあれうんまだ読書感想がの方が楽だけど両方両方するからねそう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 あのよりによって2つあった時の学年の時は泣くよねええあそっかそうなのかみたいな はい、まあとりあえず少ないことを祈るしかない、はい、あとワークとかが出されませんようにんワークワークあ,のあるじゃん数学のワークみたいなやつ<す>あるでしょ夏休みのドリルみたいなやつ昔はあったね焼酎は、はい、夏休みのドリルなぜか数学だけ本他の教科プリントなのに、うん、はい何で数学だけ <laughs> すぎるんだよしかもさそれかなり難しいの入ってたよねうんプリントならまだ楽なんだけどねえプリントだったらやる気あるじゃん。写しだからねうん写しってやる気なくなるよねわかるわむずいよねあれうわって思ったほんとにそれだったらまだポスターがいいなはいうんなんか全部ね宿題の話で持って帰ったけどうんうんやばいしたいことじゃなくてやらないといけないことを考えてしまった重いよこれは重いなよし明るい技に戻るかはい いやでも夏休みおっとなんかコメントが来ていますよほんと喜べ1年そこまでないのですよねあやめ猫久野さんからよっしゃよっしゃこれは勝ったんじゃない勝ったな遊び放題じゃないですか遊び放題だないいねただ遊ぶにはちょっとお金もちゃんと大事にしながら遊んでねそうだね一気になくなったら大変なことになるよはいね一応できるだけセ,セーフするタイプだけどおお 結構高校に入ってから使うようになっちゃったからな。なんか一気にさ、リミットは外れるよね。うん。何なんだろうね、これ。うん。自分貯めてから思いっきり使う使う派なんだよね。ゲ,うん、ゲームとか買うために、散々ざできるだけ貯めて。ユーザー買うってなったら、ばって買って、ああ、ついでに、これも面白いなって思って、ばばばって買うタイプだから、まあ。マジか。自分思ったら買う派だな。うん、ええー。危なくね。危ない、めっちゃ危ない。やばい。超やばい。 夏休み必死にまでに今必死に食べてる危ない危ないタイプもう夏休みちょっとやばいことになってるかもしんないお<ー>金使わないで遊べるところないかな公園とか、ね、公園ねプールとか市民プール市営プールかあ,あ,あれなんか面白いところあるよね結構ああまああるにはあるねてか最近うん最近気づいたんだけどね、うん、あの謙遜にプールがあるってことマジで、はい、あるよ謙遜うん最近迷子になってて気づいたんだよ <laughs> プールあるよ結構でかいところが、うん、なんかあるある滑りスライダーとかもあったからなスライダーあるあるあっち面白いじゃ結構ああ<ー>まあでもやっぱ夏休みとかになると人がもうワンサカワンサカいるええー、うんもうすごいよすごいなアウトドアなね<て>楽しみ方になるよねやっぱケンソとかまあねまあねうーん,うーんああとはまあ今はやってるけどカラオケとかだろうねああ な夏休みだからこそみんなで行けるよね、うん、やっぱり学校があん,あんまないからさ、うん、みんなで行こうぜみたいな、はい、いいよねええー、いいよね遊びたい,いカラオケ行きたいはいただ私は歌の練習がなかなかできないんだよ <laughs> 一人カラオケでめっちゃ歌えばいいじゃん一人カラオケね近くにカラオケがないからなまあまあ、まあ、マジかでも近くでカラオケあっても暇だったら毎回行くようになるよマジかお金がやばいよ <laughs> <laughs> あなたもうちょっとセーフティーセーフティーセーブするあれを学びなさいは<ー>い <laughs> セーブかできたら困らないんだよ、はい、ええもうあ一回ツイキャスもう一回開き直しますね動画保存もう一回始めまーすいやーでも夏夏といえば暑いじゃん 冷たいもの食べたくない今入,今入ってるうん<あ>入ってるよ入ってる入ってる今入ってるうんならいいや今入ってるよはい二回目もなくていいです <laughs> 大事なことだからそうですねうん,うん夏休みに他にやたやれることってったら何があるかねやっぱり夏休み夏だからこそ流しそうめとかしてもいいと思うあるねそういうの結構あるよね考えたら うん、流しそうめんしたりさかき氷食べて、はい、ひたすら甘いの食べてさお腹壊すおうちだよねうんお腹壊すの目的なの <laughs> お腹壊すのも夏に入っているよちゃんとでも、はい、一番大事なのは夏バテしないことだと思うそれはわかるめっちゃ思ううんもう自分小学校の頃とか1年に1回必ず夏バテになってたからね早いな夏バテっつうか気分悪くなってたあーでもなんとなくわかるもう水分補給大事はい本当に何するにもはい 死ぬぜ、この暑だって今でもめっちゃ暑いじゃん7月だようん。一番暑いのは8月じゃん、うん、これよりもっと暑くなるんだよ地獄地獄でしょええやばいよ今風ある方だけどさええ。外出ただけで溶けそうだもんまあまあねもうすごいよ今の暑さは、うん、今年の夏は暑くなりそうだぜうんもう暑くなってるよ <laughs> 梅雨あ雨、あと沖縄の夏といえば台風ああ 台風まあ今回なんか回避しちゃったけどね回避してちょっとねちょっと日本もあっちの方がやばいことになってますけども、ええ、これあれが沖縄来たら大変なことになってますよそうでも結構沖縄って台風慣れしてるからね台風慣れっていうかもう毎,毎年来てるやんあれ,あ,れあ,のあ,のあの人たちあ,<ー> <laughs> あの子たち台風毎回のようにサトウキビを買っていって、ええ、どうしてくれるんじゃんとまあねでもね、うん、来ないのが一番好きじゃあれあでも来た方がいいときある うん、水が足りなくなった時確かにいやでも最近めっちゃくそ豪雨来たさ来たね、うん、来てたねはいもう,かもう自分の家は玄関のとこまで水浸しでしたからねかマジでそこまで来た、うんげまあ、自分の家海が近いかってのもあるんだろうけど<ー>玄関のところ段差があるけど、うん、もうあれだ靴脱いで上がるところの近くまで水上がってたからねマジか、はい、自分のところ木が飛ばされてた 起きるじゃん火がなかったあれあれってなってた時あったから、えー、多分雨で倒れてそのまま転がってったんだろう、えー、<laughs> 恐ろしいねいやーでもまあ夏休み楽しみだけど気をつけることもいっぱいだねはいろ <laughs> 々ね、はい、そうですねまあとりあえず楽しもうぜ、はい、高校だしエンジョイしようぜせやなそしてお金を大事にうん大事に大事ですね <laughs> 大事だよてか今でさえちょっと危ないからね 私はもう危ない。すでに危ない。ええ。ギリギリのギリの。あ、まっている。いえっ、ー、と、はい、中盤入り、ま、終わりました。はい。大丈夫。それでは。それじゃ、あ、そろそろ一回切って。はい。中盤。終わりまーす。

だいえっと今回バックヤン流れてるのと同じようにアイドルマスターですはいアイドルマスターはいアイドルマスターあの結構有名だよ、ね、でもねでも今でこそなんかいろいろスマホのゲームとかまでいろいろ進出してるからねねびっくりしためっちゃ可愛い子いっぱいいるよねええー、<laughs> うんすごいなーって思うまあ今でこそシンデレラとかミリオンとかいろいろあるんですが 今回は原点回帰ということで。はいはいはい。まあ。アイドルマスターのアニメ、まあ。アニメについて話していきましょうかね。はい、ごめんなさい。ちょっとコメント返せますね。はいえー、えー、ツイキャスの方向に返します。ええー、恋するかっちゃんさんから、こんにちは。はい、こん,にちはこんにちは。どうもどうも。見てくれてありがとうございます。はい。はい。えー、説明お願いします。はい。ちょ、ちょ。 えっとちょっと待ってよ大丈夫かくださいよ。いやーねーアイドルマスターもいろいろあって。えっと、あいばい間違えた。間違えた。っっゆっくりで慌てないで慌てないで。慌てない,とい,けないただないま、えー、調べてる途中ですのでちょっと助っ人で参加させていただきます。アイドルマスターはもう昔から見ているアニメなんですお二人は。昔からというより最近 あの見始めたって感じ、見始めたというか、まあ見よう興味だ。興味。興味が出たんで。見終わったところですね。なるほど。ちなみに今調べながら喋ってくれてるけど。あの、黙って調べた方がやりやすい。どっちがいい。あ、いえ、今。もう調べ。大丈夫。大丈夫。今調べてる。はい、もう調べ終わりました。じゃあ、説明をお願いします。はい。お願いします。 芸能事務所のプロデューサーとなって女性アイドルを育成するゲーム「ザ・アイドルマスター」シリーズのテレビアニメ化作品としては「ーシリーズザ・アイドルマスター」シリーズのテレビアニメ化作品としては2007年にサンライズが制作した「アイドルマスターエクセノグロシア」についてのついでの第2作であるテレビ放送された作品に限定しない場合は2010 2008年の「ザ・アイドルマスター・ライブ・フォア・ユー」に 同梱されたフロンティアワークス制作による OVA 版を含めて3度目のアニメ制作品となる、うん、以前のエク l の劇ムが原案ゲームかスターシステム的に登場人物と特殊システムの担当声優が異なり内容も原案ゲームとは全く別ののと形容されるような SF ロボットアニメのに対し本作は現代日本の芸能事務所を現舞台に12人の女性アイドルたちがスターへの道を歩んでいくという

原作ゲームの劇中やその関連 CD を通じて発表されてきた登場人物たちの担当声優が歌うアイドルソングの数々も豊富に流用されている、うん、テレビアニメとの連動企画として関連モバイルサイトでは本編の放送と並行する形で各話のサイドストーリーを描いたオーディオドラマシリーズノーメイクが配信されたその他公式サイトでウェブ版 30, 30秒広告と 30秒予告と実写版予告収録後も配信されたはいはいはいまたテレビアニメ15話より登場した劇中内番組「ナマスカサンデー」は実際に特集ページが作られ本編中の登場人物の発言通りに本編のワンシーンの映像が配信された2015年はアイドルマスター10周年記念の一環として4月から6月まで第1 1> 第113話を再放送しはい、はい、10月から12月の第14話から25話を再放送した2016年現在いや現在じゃねえ現在じゃねえよ去年去年だよ TBS テレビが制作した一連の深夜アニメとしては最後に制作されたニクール作品でもあるへえ長いな<ー>この辺でいいかなはいじゃあそうそう人物人物こう人物何名かやろうぜやべ,えやべえストーリーから紹介したかったんかなストーリーか大バカ野郎だぜ俺は。 えーっとじゃあ登場人物からいこう,もう登場人物からいこう、はい、登場人物まずナムコプロダクションから<ー>雑居ビルタルキドービル2号階の3階に事務所を構える弱小芸能プロダクションゲームでは事務所規模が拡大するにつれて事務所もいる大きなビルに移転するがアニメでは最後までタルキドービルのままであるはいはいはいてなわけで主人公あ、まあ、主人公つかちか登場人物の 天海ミハさん<ー>声は中村えり子さんはあ可愛い,い方やいや可愛い,い方って <laughs> <laughs> えっとナム,ナムコプロ所属のアイドル失敗も多いが前向きで優しい性,さ性格、うん、他のアイドルとは仲間意識が強く他のアイドルやプロデューサーを明るく励まし、うん、みんなをけん牽引する反面そうした態度を仲間から負担と思われるてないかと悩んで落ち込む場面もある、うん、星見木長長長谷川明子 ナムコプロ所属のアイドルマイペースだがビジュアルには花がありまた振り付けを一度だけの練習で再現できるなど並外れた才能を持つやばいな物語当初は退場に過ごしていたが誤解をきっかけに才覚を発揮し始め次第に強い向上心を持つようになる如月、うん、千葉や今井真海さん うん、ナムコプロ所属のアイドル家庭に関する暗い過去や問題を変える歌手志望で歌が全ている価値観を持っており、うん、当初は周囲に壁を作っていたあはるかとの友情を経て次第に打ち解け苦痛していたバラエティーの仕事もこなすようになる、うん、高槻弥生ににごまやこいやナムコプロ所属のアイドルメンバーの中で最も小柄、うん、素直で明るい性格だが家が大家族であまり裕福ではない よりとは仲が良いあ<ー>萩原ゆきほさんあさんあさくらあさくらああみさんあ朝倉ら<倉><倉>あみさん,さんナムコプロ所属のアイドルはい、はい、清ヨアの性格男性恐怖症かつ犬恐怖症まことを慕っている菊池まこと平田ひろみさんナムコプロ所属のアイドル女性ながらおと男っぽい発言で同性のファンが多くボーイ路線で売り出しているが 実は女性趣味の願望を持つゆきほとしたし、うん、そろそろ、はい、ストーリーか何かをやべえ人数が多すぎるでしょうねア,アイドルマスターいっぱいキャラクターがいるからねはいね社内ないす次はストーリーちょっと待っとますよはい、はい、えっとし下田真みさん、はい、あっ二見真み下田下田真み<あ>えっと 二人ミさんの声優で下田真美、うん、ナムコプロ所属のアイドルリュウグコマチのアミとは双子の姉妹、うん、姉妹揃ってのいたずら好き<う>四条高根原由美さんしナムコプロ所属のアイドル夏が謎が多くミステリアスな雰囲気とは裏腹に大食いアイドルとしてもは活躍するガナハヒビキさん沼,から沼倉アミさんえー、っとナムコプロ所属のアイドル沖縄方言で喋る動物と意思疎通ができるという特技があり大勢のペットを飼っておりハムゾウという名のハムスターを 連れマコストなんでスポーツが得意。うん、秋月秋月リコレツッコ、若林直美さん、ナムコプロのプロデューサーの一人、元アイドルだが現在は一線を乗りている。弾いている。第6話からリューグコマシのプロデュースを担当する。リューグコマシンのは、まあ、ユニットだね。ユニットか。みなより、めっちゃいるな。フィミアリさん、はい、もう多いんでも,うもうめっちゃ多いな。うん、そろそろ別の話ですよね。えっと、リューグコマシのエンバー金持ちの親様と。 四条もすか勝ちきだが情は深いえー、っと八重のことを気にかけている二味阿弥下田おみ竜宮小町メンバーマミとは双子の姉妹マミとたあともうちょいゆっくりしゃべろうべきれ髪型が異なるあと何人ぐらいあと何人ぐらいいるのちなみに<ー>めっちゃ聞いたけどアイドルあと一人とあのえっとアイドルじゃない人は三人やべえ多いめっちゃ多いかなは,はいえー、めっちゃ多いな 登場人物がかなり多いということでじゃあそこはちょっとざっくり省略して、はい、ストーリーの方の説明を改めて、はい、していただきましょうかはいすいませんでした、えー、燃えすぎや今かなりミキサーやってテンパってるみたいですねですね喋りながらミキサーの機械の操作をしながらで調べているという形になっているので,で、ね、うんじゃあ ストーリーリも長いええー、まあまあ、まあ、プロデュー、えっと、カメラ、えっと、物語はははい、はいえーっとあのナムコプロダクションに取材が入りあの仕事の少ないアイドルたちに日常を紹介するエピソードから始まるんだけど、うん、このカメラマンが実はプロデューサーでへーえーっと第一話の最後で明かされるんだけどうん。 まあ、この主人公のプロデューサーは元アイドルの秋月陸津子プロデューサー事務所の大音無小鳥さん社長の高,高木純次郎といった人物ともに20人のアイドルを生み出すために営業努力を続けているこのお話は、はい、大体どんなふうに進んでいくの、まあ、大雑把に言えば。 アイドルたちが頑張って何かオーディションを受けたりとか、はいはい、何かアイドル活動みたいなことをする感じ、はい、でそのうちにだんだん成長し、まあ、人としても人としても人間関係とか、うん、まあアイドルとかに関してもいろいろ成長していって、うんまあ、お大きくなっていくよという話ですああじゃあやっぱ成長系なんだね はい、成長していくそのアイドルを応援する形になるのかなはいああそういう目線で進んでいくのか話は主人公はアイドルたち、はい、それともこのアイドルたちを応援するいわゆる、あのー、事務所側の人たちになるのかなうん毎回話で主人公のアイドルが変わっていく感じになっていますうん事務所は変わらない事務所は変わりません事務所は変わらないんだいわゆるこのアイドルたちを応援する まあそんな感じですねななるるほほどどじゃあもうアイドルを主軸としたいわゆる青春アニメみたいな感じどちらかというと説明が難しい説明が難しいまあ結構お話的にもいろいろと一人一人になんか今のキャラクターの登場人物の説明もわかるけどいろいろ設定が組み込まれてるから一つ一つ説明するっていうのは結構難しいからねまあそうですね 私は見ましたとりあえず自分もざっくりは見ましたね, 2>, ね2人の中でこの登場人物好きだなって思う子いる好きなキャラ結構いろいろいる感じ結構好きいろんな子いてはいなんか一人絞るっていうかじゃあ、えー、2人でも3人でもいいよ1人じゃあしあ<ー> 1>, 1人、まあ、メンバー多そうだしねめっちゃ多いですね、はい、うん この子とこの子が好きとかでもいいようーんますそうだなうんいっぱいいるねでも自分が好きなのって言われたら、うん、結構悩むタイプだけどねまあ推しキャラで推しキャラ超推しキャラ超,超推しキャラ超推しキャラって普通にああ好きだなって思うああ好きだなって思うキャラクターうん,うーん 菊島北斗と,とえっとがんはいびき。ああ、この二人はどんな人たち。まあ運動が得意で、うん、まあ元気がめっちゃあって。えー、っと、それでいってなんだろう。まあ元気があります。元気がある子が好きっていう。う手伝いっておこう。なるほど。自分、あれだかな、シリーズ的当たってるかわかんないけど。 ミちゃん天海ミハルカあの子が好きや主人公主人公めっちゃ主人公だけどやっぱりあの子やなやっぱりあの子やなうんで理由としては理由あの性格が好き性格的なものが好きやっぱ見てて応援したくなるっていうのこの子はどういう性格してるの明るい元気な子みたいな明るい明るいって言えばいい明るいには明るいに明るいよねうんあと特徴って言われたら 特徴特徴って言われたらはいえなんか大雑把してててるね特特特徴徴徴何っっ言われたらよくいろんな面でいじられてるんですけど普通って言われてるんですよ。あ確かにお会いしてるねはいめっちゃざっくり見たからもうええってまあいいですけどねうんあとはこれ結構ゲーム化もされてるよねああはい。うん このアイマスのアイマスはゲーム化されてます。自分もちょっと聞いたことあるけど、なんだっけあの音楽のアプリのゲームがあるんだっけ。はい。はい、あのスマホの方にアイドルマスターシンデレラガールズっていうあのリズムゲームがあって、あのその主人公の女の子アイドルたちがが歌っている曲をあのリズムゲーム化した感じで、そのリズムに合わせて。 叩くみたいなあのボタンを叩くって感じのゲームがあって、うん、それで結構いろんな女の子たちが出てきてうーんいやのとっても賑やかな面白いゲームですああなるほどねまあスマホだからタッチ式だとなんかそういうゲームたくさん出そうだよね、うん、はいそのほかどんなゲームかあるそのほか、うん、ああ最近出たのでまあ「シアター・デイズ」っていうのもありますがどんな感じなんだっけまあそれは あのー、さっき言ったようにナムコプロの人たちと、うん、あとミリオンスターズっていうのの人たちもいるねミリオンデイズってあ今そのグループみたいなやつなのうんちなみにさっき言ったシンデレラガールズっていうのもグループのあれ、うん、ああそうなるんだうんそ,それってアイドルのグループの名前グループっていうか なんんかプロダクションは分けされてるんでですすよねや,やこしい事務所みたいな感じか<ー>はい事務所が違うんだみんなじゃはいそれに何名か集まってユニットができてる感じはいあじゃあめっちゃいるねやっぱりじゃはいすげえわーいわゆるなんかコラボユニットみたいな感じなのかな、うん、ああまあそうですねうんなるほどね、うん、すごいねじゃそれぞれに推しがいそうだね事務所ごとにええーね ごとにいっぱいもキャラソンとかもあるわけでしょええ。ああ<ー>。よくそこまでつけるもんですねって話ですけど。<laughs> で、さっき質問したみたいに、どの子が一番好きって言っても。言いすぎて、なんか答えられないっていう人も言いそうだよね。はい。うん、うん。ちょっと改めて、このアイマス。について、なんかまた。二、ね、人はまた見ようと思って、見ていたんだよね。はい。 とりあえずざっくり見て自分は、うん、あのまずゲームの方を知ってま、うん、あ面白そうだなと思ってうん、うん、アニメをちょっと見たりしてたんで主に自分ゲームとか、うん、曲を知ってる方ですねまだキャラクターは絶対キャラクターもカードとかあの登場する人物見て可愛、うん、い,いなと思ってうん、うん、アニメ見たりしたのでうんなるほど<ん>そ<う>どちらかというと音楽の方が 音楽の方がいろいろな種類もあってうん面白いですなるほどねまあどういうきっかけで好きになるっていうのは人それぞれだからねこんな感じでまた会います好きになる人興味がある人が増えるといいですねいいですね、はい、じゃあそろそろ <laughs> あの今完全に締める流れになってるんですけど大丈夫ですか何かもう時間が近づきすぎて気づかなかった <laughs> 残り番組放送終了まで残る2分を切っていますですねではこう流れで エンディングに参りましょうか。ですね。はい。じゃあちょっと今曲,曲エンディング曲を探してる間にちょっともうエンディングの流れに行きたいと思います。はい、はい、あそのまま探してていいよ。はい。今回一年生二人での放送だったんですけど、うん、感想聞いてもいいです。はい。はい。どうでした？ああ MC MC って結構大変ですね。でしょうね。<laughs> まあねあねのー、ラジオを聴いている皆さんにはちょっとわからないと思うんですけど MC の人ってミキサー、いわゆるこの声の調整声の音量を調整する機械のところに座ってるんですけどそこで機械を操作しながら流れ番組の流れを進行したりこの人にどう思うって振ったりとかいろいろと口と手を動かさなきゃいけないから結構大変なんですよね、はいうん、それをやってみてどうでした もう生ささんんと部長さん依頼ですわまあねこの2人が普段未来効果ステーション」でミキサーと MC をしてくれてるんですけど今後はちょっとみんなも習ってちょっとどん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 上手くなっていくといいねはいすごいね,ねあの人たちね、はい、恐ろしいわいろいろ忙しいんですなあの人ら見てて思ったもん、うん、はい じゃあ今日は二人どうもお疲れ様でしたラジオ聞いている皆様もちょっとグダグダだったと思うんですけど最後まで聞いてくれて本当にありがとうございましたありがとうございましたではこの辺で未来効果ステーションを終わりたいと思いますお送りいたしたのは警備とテラルと、えー、FM ことスタッフの演奏でしたそれでは、えー、この辺で締めたいと思いますどうもありがとうございましたありがとうございました